Hey guys! モンスタージョン TV! 始まりました、モンスタージョン TV。 最近とても暑いですよね。はい、僕はね、南米育ちなので特にこの暑さやばいです。そんな暑い時にはエナジードリンクが飲みたくなりますよね。はい、ってことで私エナジードリンクを求めてコンビニへ行ってきました。そして発見したのがこちら、新日本プロレスエナジードリンクストロングスタイル、ってことで発見しちゃいました。これはきっと相当パワフルでしょうね。見てください、このトラさんなのかライオンさんなのか珍獣、はい、相当これは効くんじゃないかなと思います。こちらにはマカガラナエキス、おお、ガラナ、ガラナはね、僕の大好きなブラジルのドリンクなんですよ。これは結構期待できるぞ。おお、これは脂質がゼロですね。はいはいはい。で、ビタミンも多く含まれておりますね。ビタミン B、その他もろもろ体に良さそうなものがたくさん入ってますね。注意事項が書いてありますね。ほうほう、こちらのドリンクを飲んだ場合、顔が緑になり暴れ出すことが稀にございます、ご注意ください。ほう、じゃあ早速ちょっと試してみようかな。それではオープンいきたいと思います。3、2、1、あー、しいね、超こぼれた。はい、うん、匂いだけだとちょっとあまり分かんないねでもうまそうな匂いがしてきます。それでは注入したいと思います。お、いいね、この色、エナジードリンクといえばこの色ですね。来てるね、来てるね。ちょっと全部入るかな。はい、全部入りました。はい、それではね、先ほど顔が緑になって暴れ出すことがあるかもなんて書いてありましたけど、まあそんなわけないわな。うん、じゃあこちらの美味しそうな新日本プロレスエナジードリンクをいただきたいと思います。うん、あー、喉越しめちゃくちゃいいね。うん、うまい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 、めちゃくちゃうまい。イメージはね、レッドブルとちょっと近いかもしれないね。それを飲みやすくした感じかな。あー、めちゃくちゃうまいね。これを飲んで暴れ出すなんてありえないよね。めちゃくちゃ美味しいのにね。やはり新日本プロレスっていう名前が作るだけでね、相当強いようなイメージがありますが、まさか緑にね、顔面がなって暴れ出すだなんて、そんな、なんだ、なんだ、来たー、来たぜ、超暴れたい気分だぜ。さすが新日本プロレス、俺を蘇らせたな。俺はムックとガチャピンの緑の方だ。くそー、パワーがみなぎってくるぜ。はっはっは、新日本プロレス万歳。なんだ一体今のは、何が起きた、わかんねえけど、なんかすげえパワーみなぎってきた。よし、この調子で次の動画も作っていくぜ。 See you next time。 あ